curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine. Gonna hold you tonight, oh yeah. Well, we know I'm going away, and how I wish you weren't so take this wine.すみません、ちょっと酔っ払ってしまってですね、1時間ぐらい飲んだ後にですね、今撮影機材回させていただいてますが、Ayaさんはここにカメラにいます。で、皆さんが見えないですね、ところで顔を見せていただいてるんですけど、みんなには見せないからね。はい。じゃあ行きますよ。はい、じゃあ皆さん、すみません、いつもの決まり文句お願いします。In the house. せーのとかなんか急に違った、こうやるんだったら違う。もう一回です。こんばんは、吉尾 V ロゴです。本日はですね、映画会ということで皆さんに集まっていただきまして、はい、撮影させていただいてるんですけれども、1時間ぐらい飲んでしまって、お酒を飲んだ後にカメラを撮るのを忘れていて、まあそれくらい楽しいんですよ。映画の話が尽きない、大輔さんのマニアックとこも止まらなく、杉浦さんのエロい話も止まらない、で、ツッチさんのマニアックトーク、で、プルートさんのですね、アンディ話も止まらなく、まるで知的な学校の先生がいるみたいなですね、のびのびさんのお話も止まらないぐらいに、そしてここにですね、まあみんなには見せないですけれども、これカメラの向こう側には、あやさんの素顔が。一瞬チラッと、チラッ、はい、はい、いいですか？モザイク編集大変になりますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、LINE のビデオ電話でみんなで話しながら、お酒を飲みながら、本日はですね、じゃあ、せーのでいきます。はい。インズハウス。インズハウス。インズハウス。はい。吉尾 V ロゴです。こんばんは。じゃあ、本日まず自己紹介からいくんですけど、せっかくなんで、のびのびさんがみんなにインタビューをですね、1分程度の動画で撮るみたいです。で、このインタビューは自分のチャンネルの紹介と、苦しいことと楽しいことをなんか話してって言ってるんで、1分以内で苦しいことと楽しいことと、そのなんか自分のチャンネルの宣伝らしいんで、じゃあまずはですね、誰からですか？俺ですか？はい、じゃあ自分のチャンネルの紹介、じゃあいきます。よろしくお願いいたします。これ今撮ってます。はい、こんばんはこんばんはじゃないな、こんにちは、ハロー、ニーハオ、こんにちは。はい、吉尾 V ロゴです。吉尾です。吉尾 V ロゴ、はい、映画レビューとともに、まあ、カメラとかガジェット紹介、そういうものをやらさせていただいていて、まあ、カメラが好きな人、ガジェットが好きな人、おもちゃが好きな人、映画が好きな人、どんなものでも好きな人にですね、飽きられないようにチャンネルを作ってるんですけれども、なぜかチャンネル登録者が全然増えない。はい。これは嫌われてるからだと思います。はい。で、苦しかったことと楽しいことを話せと言われてるんですけど、苦しかったこと。YouTube に関わらず、まあ、日々の仕事がすごい辛いですね。まあ、生きていくのがやっとで、まあみんなが思うほどにですね、まあ裕福でもなく、まあ生きて、もう本当にもう毎日が大変で、それが苦しい。で、楽しかったことっていうのは、まあ、こうやって YouTube をやって、ここにいるみんなみたいな楽しい人と出会えることがですね、できるようになったっていうことが、とってもインザハウスでございます。はい。OK。1分10秒。あ、すげえ、1分10秒。イエーイ。こんな顔真っ赤なやつが紹介したところって、これもさ、見れない顔が見える。マジっすか。難しいね。これさ、もうちょっとこっち来て。あ、正面か。カメラに映るね。いいですか。はい、どうぞ。いいですか。はい。はい、皆様、いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークの生プルートでございます。よろしくお願いします。このチャンネルはですね、あまり映画を見ていない人がですね、あ、この映画面白そうだな、あ、見てみようかなと思えるようなですね、チャンネルにしていきたいと、目標を定めているところでございますけども、苦しいことはですね、多々ありますよ、やっぱり。YouTube を上げるということはですね、自分のプライベートの時間を使って皆様に動画をお届けするということで、全くプライベートの時間がございません。はい、ゲームも何もしておりません。向こう旧作の映画とかも見ていない。まあそんなところが苦しいところでございますけども、やっぱりですね、皆様のコメントなどがいただけるというのがですね、一番の幸せ、はたまたですね、YouTube やっててよかったなっていう楽しみでございます。はい。皆様、一緒に映画を楽しみましょう。イェイイェーイ1分10秒。さすが。結構コンパクトにまとめてると思う。さすがだね。じゃあ次は、じゃあ大輔さんですか。僕や。じゃあどうしますだこれ、すごいもうお宝じゃない、この映像。いいと思いますよ。はいですかはい。皆様こんにちは、孤高のシネマの大輔です、YouTube を、全く出していないんですけれどもですが、YouTube の映画レビュー系の、この会合にですね、お呼びいただき本当にありがとうございます自分のチャンネルはですね、なんか映画好きな方が、もし見に来てくださった時になんかちょっとね映画っぽい雰囲気で映画の感想を見て楽しんでいただけたらなと思ってちょっと映像に少し趣向を凝らした、チャンネルとなっておりますなので、もしね見てくれた際にはですねコメント欄に面白かったですって言っていただけたらこんなとこは言わなくていいんですけどなんかねリアクションがあると本当に嬉しいんですけどただ今全然実はですね全然作れてなくてですねまあちょっと忙しいとかねちょっといろいろとまあ言い訳もできるんですがいずれまたちょっと再開したいなと思いますのでその時にはねぜひ皆様よろしくお願いいたします。はいイエーイ !1 分10秒、なんでだけどみんな1分10秒ですかなんか、体内時計みんな1分10秒ぐらいなんでマジで気持ち多めみたいな1分になったら私手あげるからああ、そのシステム欲しかったすごい、1分10秒すごいそのシステム欲しかったオーバーしたいですいいっすかもはい、よいどれシネマジャック杉浦でございますいつもありがとうございます私はですね、なぜこのチャンネルやってるかなんですけど、実は最近2年ぐらい中断してるんですけど、ブログやってまして、タイトルが、できれば映画に浸っていたいっていうタイトルなんですね。だからまさにその言葉通りで、できれば映画に浸っていたいなっていう思いで、それ以上ね、別に崇高な考え方とかなくてやってます。で、今点数とか映画につけてるんですけども実はその映画を客観的に評価することだとか制作者の意図がどうだとかって私全く興味がなくてその私が見た映画が自分にとってどういう物語だったのかっていうことを咀嚼してそれを皆さんにこう聞いていただきたいなっていう非常にわがままなチャンネルとして、やらせていただいてますで苦しいこと楽しいことなんですけど今非常に苦しくて実は。ちょっとスランプなんですよ2週間くらいスランプあるんですけどなんかどの映画を喋っていても同じことを喋ってるみたいなんですけどまあそんな形でいろいろ頑張っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますやっぱ長いのいやめっちゃいや長くめっちゃ走るああみんな1分10秒今ストップか1分でいやストップじゃないです1分で手を挙げたのだからこれもうそろそろってこれさめっちゃわかります順番の最後が緊張するんだよいや鳥ですからね彼女が最後ああそうだそうだあやさん最後だ私もですか私もやろうかそうねそうですね私も後でやってもいいんだけどいいですかいいですかはい、じゃあ皆さんこんばんは、つちでございます、私はつっちの映画紹介チャンネルという YouTube の動画を、やっております、基本的には映画のレビュー動画をやっておりますでチャンネル紹介としては結構ライトそうな映画のファンの人を増やしたいなと思っててそういったこう映画って結構小難しいとかサブカル的に深く知ってなきゃいけないみたいなちょっとそういう深い文化みたいになってるのはちょっと嫌でもっとこうライトにいろんな人にポピュラーな文化にして、たくさんね映画ファンが映画に観に行って映画を見てくれるといいなというふうに思ってますで辛いことと楽しいことなんですけども辛いことはやっぱり結構編集とか撮影とかに時間がかかったりで撮影する時もじゃあ今日5分以内に収めようと思ったら15分ぐらいかかって編集に時間ぐらいかかってちょっとねすごい時間が圧迫されるのが辛いなと思いますでいいなっていうところはやっぱりいろんな人や意見に出会えるということですね。今日来ていただいた人もそうですし、僕の YouTube 上の動画にコメントくれる人もそうですし、僕はこう思った、でもこの人はこういうふうに思った、そういった意見交流ができるのが楽しいなと思ってやっております。はい、そんな感じでよろしければよろしくお願いします。横で上げてましたら大丈夫です。横で上げてたんで。ごめんなさい、あやさんお願いします。あ、じゃあこうしますね。え、あ、ちょっとなんかちょっとそれはやめた方がいいかもしれないです。ちょっと変な輩が見るとあれになっちゃう。いやでもいつもこうなんだよ。バストがクローズアップ。え、だってここいつも開いてましたっけ？いつも顔が映って。いやなんかここがいいと思います。いいと思いますよ。大好きです。ちょっとこれで一瞬いいですか？一瞬だけちょっと皆さんにこんな感じで今顔が見えない。危ない、顔映っちゃう。危ない。うん。はい。よし、あやさん OK です。皆さんはじめまして、あや系シネマのあやと申します。本日ですね、皆さん東京にお集まりいただいているということで、私ちょっと京都なので行けなかったんですけども、レア参加させていただいてすごく楽しい会なので、ぜひ次回は行きたいと思います。私の、チャンネルの紹介なんですけども、私はもう俳優さんのプライベートと映画を全部混合して自分の吐き口としてやってるだけなので、楽しいか楽しくないか本当主観で見ていただいたらいいので、バッドボタンもナイスボタンも全然押していただいて構いませんし、コメントもどんなのでも受け付けてます。はい、で苦しいことと楽しいことなんですけども、苦しいことはぶっちゃけ今ないんですよ、特に。で楽しいことはやっぱりこうやってね、いろんな方と出会えたことが本当に楽しいです。やっててよかったなと思います。はい、55秒。お、すげえ。すげえ、オッケーです。取りますか。のびのびさん取りますか。取ってください。みんなみたいうまく言えない。杉浦さんの後ろのウサギがめちゃめちゃ面白くてめちゃめちゃプリチーになってて、あ、え、いいですか？あ、自分で？じゃあどっちでもなんかやっぱ見えてないとあれだよね。自分が見えてないとちょっとあれ。ああ、やりづらいですか？いやいや、自分見なくてもいい。そっちの方がいいかも。私人に話してる感じの方がやりやすい。なるほどですね。すごい、これ撮影風景が見れるんだよ。鏡がこっちがいいからいいですね。ラスクさんに撮ってもらう。そうですね、そうですね。こっちの方がじゃあ撮りますよ。すごいな。はい、撮ります。はい、こんにちは。のびのびムービーです。私は欧米型の映画評論。大丈夫。英語でもいいです。英語でいいです。いいですか。はい。のびのびムービーです。今日はありがとうございます。久しぶりに帰国してみんなに集まっていただいて。本当に嬉しいです。私はですね、一応欧米型の論点のある映画評論を目指しています。それはこの映画のどこがいいか、なぜいいか、どこに感動したか、なぜ感動したか、ここが良くない、なぜ良くないで、そういうのを発信したいと思います。うん、そうです。それでなんだろう。はい。苦しいことはあまりないです。まあ時間的に私学生やってまして、試験の前とか論文を書く前はちょっとね、ちょっと時間的にプレッシャーがありますけれども、基本的に好きです。そしてまあこんな風に映画のことを話せてとても幸せです。その前お友達いなかったんで映画のこと話せるし、こういう風に映画仲間ができてこんな幸せなことはありません。うんはい、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。さあ、飲みましょう。飲みましょう。いや、本当のびのびさんマダムっていうイメージだったんですけど、可愛い方なんですね。そう。おみのぶさんもいやマダムってイメージだったんですって。マダムマダムマダム、うん、いやマダムってイメージ。マダムって何？お上品みたいな。僕の中でのマダムってなんかお上品な、なんか気品があるって。あ、なるほどね。見た感じだともう本当キューティーです。フランクですよね。いや私一生懸命ぶってんですよね。だって背景とか何ここどこなのみたいな感じになってますもん。一生懸命上品ぶってんですけど実は気品なんで。面白い。すごいっすよ、本当。めっちゃキュート。いや、ちょっと私は勝手に自分の動画撮ってますから。自然な感じを撮りますから大丈夫です。フリーダムです。もうずーっと飲みながらですね、カメラも回さずにいろんな映画の話をしてしまって、大輔さんなんか言っちゃいけないことまで言っちゃったんですよ。絶対ダメですよ。そうね、言っちゃいけないのですね。この回っていうのはやっぱり人が聞けないこと、やっぱり映画レビュー見てる方、やっぱり映画レビュー見てるじゃないですか。 YouTube の前の皆さんも映画レビュー見てるじゃないですか。その映画レビューを見てる方って映画のこういうのですから、こういう感じでございます。今からインタビューをしています。インタビューそうなんです。つながるんですね。つなぎつなぎ。よかったよかったよかった。編集編集編集。そうよかった。もう一回始まってドキドキしちゃうね。いやでもね本当に普段だからこのスマホの画面の中で見てるものが実際にこの場で見れるわけじゃないですか。このあやさんにしても、あやさんの顔なんか見れないわけじゃないですか。見れない、初めて。出していい？ダメか。ダメ。怖いんですけど、YouTube って怖いイメージがあるから隠してるだけなんですよ。ああ、なるほど。でも僕が自分家の住所まで出ちゃってても何にもないってことは多分大丈夫。女性だと女性危ないね。ああ確かに危ないかもしれないですね。これはすごい美人だったら出してますよ。いや可愛いと思う。いや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 。皆さん優しい。何この日本の文化みたいになってますけどね。全然ね。全然ですよ、全然です、全然です。いや本当に映画の好きな人がどんな人でも素敵ですよね。その通り、その通り。今 BGM 切るとこですよね。今切るとこです。入りましたよね。すごい優しい。でも本当みんなあれですよね。だからプルートさんとこのコメントくれる人もいるし、のびのびさんとこのコメントする人もいるし、みんなのところにコメントするみんなのファンがいるじゃないですか。そうですね。やっぱりこの間ほら3人でやった時に今まで最大のディスライクがついたんですよ。いやそんなもんそれっていうのは多分杉浦さんのことが好きな人もいるし俺のことが好きな人もいるし大輔のことが好きな人もいてこの3人がじゃあジェラシったりとかする場合もあると思うんですよ。だけど私はねディスライク率ちょっと高いんですよ。いや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 別にさそこもこれ話していやもう出します。え出します。話せねえっすよ。こうふつふつと思っているものみたいなのあるじゃないですか。僕ダークな感じがちょっと試しにですよ。試しにいいね評価と高評価の低評価の表示なくしたんですよ。ああはいはいはい。そんなことできるの？今まで1年間できなくて YouTube 始めた頃にそれができるはずだったんですけど、結構有名な YouTuber さんがその高評価低評価の表示をなくしてて、俺らもやろうとしたらできなかったの。それがここのとこできるようになってちょっと消してみたんですけど、そしたらチャンネル登録者の増えが早いんですよ。なので多分いいねの評価とこの高低評価とあるじゃないですか、うん、それの率がやっぱり80とか90とか104とか100とかいってない限りは、うん、全然知らない人がパッてたまたま見つけた時に、うん、10とか12とかその10以下とかだと、うん、登録するまでもないから行っちゃうんですよね。それをゲットするのに、昔の YouTuber さんは高評価と低評価の率をその見えないようにしてたらしいんですけど、それができるようになったんで、ちょっと最近使わせてもらってます。だから僕のことが嫌いな、いつもディスライクを押すあなたは押しても見えないからね。自分では見えるわけ？自分では見える。あ、自分では見えるんですね。自分ではこの10ついたりマイナス1ついたり2ついたりするのが見えるんで、普段の評価ってものが見えるんですけど、そのいつもアップして 2,3 分以内にディスライクがつくっていうのは、見ずもせずに押してる人がいるんですよ。いや、もうそんなの日常があるよ。だって僕、生配信の、誰ですか僕の押したの、生配信の時に、公開前に、なんか予告みたいなのできるじゃないですか。30分前ぐらいとかに。よし、始めるかと思って、落ちって押したら、これですよ。いや、俺何もしてないから、みたいな。まだ、ご機嫌とか何の単語も一切使ってないのに、これっすよ。そこまでいくとファンだよね。いや、もうほら、誤解されたのをすぐ見つけて、すぐページに行って押してるわけですよ。じゃあそれか、怖いわと思って待ってる間、見えてないのがもう許せないんだよ。待ちきれないわ、早く見せてって。いや、それありがたいっすよ。だって俺、この間のハグってやってたじゃない。あれを、いや、違う、あれがツボにはまって、まず多分5、6回見てるんだよ。いや、僕、あれ一番、寂しいの僕なんですよ、シュールなの。いや、あの時はテンション高いですけど、編集の時なんかもうずっとコーナー行こうじゃないですか、もう。一切もうなこんな感じで編集してんだけど、俺あれ見てるよりプルちゃんには勝てないと思う。絶対無理と思う。あのテンションはすごい。あれ異常だよ。いや、でもあれはでも大輔さんのお言葉があったからなんですよ。僕その前に今おっしゃってるやつ僕見てないんで分かんないですけど、見なくていいんだけど。いや、なんか今なんかやれます？だからやれますよ、全然。じゃあ、一回見て。あれ、それできる。何のためのハグだったんだ？だから、コメントくれる人、皆さん大好きですって。じゃあ、もう本当にみんなさんのこと、ハグしたい！ハグしちゃおう！ハグしちゃおう！大人の子供もハグしちゃおう！っていう感じっすね。ありがとうございます。それはやろうと思ってやったんですか？それともその時のノリで？あ、もう僕台本とか一切ないんで。全部僕台本。でも今日見てて思ったんだけど、みんなこれ台本なしで、つっちさんもみんなそうじゃない。1分以内でその場でパッて喋るから、俺やっぱすごいなと思って。ちなみに俺台本ある時もあります。あ、そう。台本作れる時は作って。ちなみに。僕がなんか言って3人で飲みの時してたじゃないですか。でその時に映画レビューとは何ぞやっていうので、最近はそのこれ今大丈夫ですか？カットしていいですか？いや、カットしないです。じゃあ話します。じゃあ皆さん聞いてください。僕が変わった理由を聞いてください。だからあれじゃないですか、最近町山さんとか歌丸さんがやっぱり一番のてっぺんで、それをみんな真似する人がやっぱり一番だみたいな風習があるけど、いや、そうじゃないんだよと、みんな一人一人が自分の個性を出すのがいいんだよっていうとおっしゃってたじゃないですか。その時に僕はあーと思って、その時ちょうど僕瞑想してたんですよ。だからもうだから瞑想はしてない。酔っ払ってますからね。瞑想してるようには見えない。ものすごい走ってる。いやファーストマンとか運び屋とかのレビューの時は僕はすごいね、テンション低くとかでやってたんですよ。だからそれこそなんかその僕の声って結構キーンってする声なんで、もうちょっと低くしてテンション下げた方がいいんじゃないですかみたいなお言葉とかがあって、そういうのもあったりとか、あとはこうアンチのコメントとかもあって、あ、ちょっと自分の方向性変えようかなと思った時にその言葉があってのハグしちゃうになっちゃったわけでございます。だからもう今もう吹っ切れちゃってる感じなんですよ、僕の中では。いや、でもさ、飛びすぎて最近の動画が全部テンションがちょっとね、異常になってますよ。異常になってますよね。だって僕だって終わった後の税制が半端ないですもん。だって頭暗くなりますからね、あれやった後。すごい元気出ます。ありがとうございます。まだでもやっぱなんかさっき今歌丸さんの話が出たので、ああはい。私獅童さん、あ歌丸さんとちょっとご縁がありまして、でそのまあまあご自身でされていることと映画レビュー、今ちょっと映画評論家みたいな立ち位置にいらっしゃるじゃないですか。でももともとラッパーっていうところがすごくもともとすごくお持ちなので、そこのクロスオーバーにも20年ぐらい結構悩んでらっしゃったんですね、獅童さんって。で今はもう完全にビジネスとしてやってらっしゃるんですよ。そう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 。最初の方シネマハスラーはもうあれは完全に趣味でやってらっしゃったんですけど、もう今は事務所を背負って立ってらっしゃるので完全にビジネスに今なってるから、今のシネマハスラーとウォッチメンが全く違うっていうのはそこなんですよ。で事務所が独立しましたっていうことでライムスターが今一番の収入源ですっていうところでやっぱりそこで違うのと。歌丸さんという方個人の意見としてはやっぱりあの方はね優しいんですけどこだわりは強いんですよ。だからダメなものはダメだし俺は受け付けませんっていうか受け付けない。だから人の話聞くんですけど笑顔で聞くんですけど受け入れてはないんです。そうですそうです。だからもし歌丸さん多分東京にいらっしゃったらお会いする機会多分あると思うので。いやないですよ。ないですよね。俺らはないです。俺一回自分の YouTube の名刺を渡したの。全く連絡ないから嫌われてんだと思って。いやそういうあれがあると思いますよ。歌丸さんは。ラッパー界としてもすごい楽しいね。映画界としてもすごい。あ、そうそれでね、そうそのあれなんですけど、それで一つちょっと思ったことがあったんですよ。一つ思ったことがあって、これは YouTube の例えばほら、プルさんなんかも1000人超えたりとか、皆さん1000人超えてって、俺なんかまだ吉尾 Vlog すげえ少ないんですよ。表示出してないんですけど、でもこれだけは言いたいんですけども。コメント出してくれたりとか、例えばライブ配信してきた時に来てくれたりとか、やっぱり人はやっぱり選ぶんですよ。その相手っていうのどんな人が来るかわかんないけど、でも例えばさ、これ映画界やってるじゃないですか。でも YouTube やってる人だけが集まってるんですけど、中にはコメントしてくれてる人で名前出しますけど、トモローさんとか。よく書いてくるで、暴走ルークさんとかで、あとなんだっけ、ちょっとねコメント書いてくれる人でよく書いてくれてすげえ詳しい人のちょっと名前出してあげてください。その人たちが例えば映画の話したいですよって言ったりとか、飲み会したいですよって言った時とか、僕は普通の本当に YouTube 関係なく一般人なんで、みんなやっぱりこうとっつきにくいじゃないですか。そういうのの垣根をなくしたいんですよ。歌丸とかそういうね。さあドキドキしちゃった。こうなっちゃいますから。歌丸さんとかさ、芸能人じゃないから。我々好きなんですからね。そうシネマハスラー毎日見てる。何を言いたいかというと、すごいコメントで一歩引いて敬語ですごいしてきてくれたりとか、DM してきてくれたりする人いるんですけど、あんまりかしこまんなくていいですよってことを伝えたいんですよ。だけどやっぱり礼儀ってものはあるんで、展開売ってこられたら買いますけども、でも例えばそういうなんかなんかさ、一線を引いてこうコメントしてきて、自分コメントしてくる人と僕たちって同じと思ってほしいんですよ。芸能人じゃないっていうのを言いたいんですね。もちろん映画の見方は自由。そう、それが言いたくて。でも僕たちも一人の人間なんで。そうなんです。優しくしてくれって。優しくして。ピュアだから。ガラスのハートだから。あとね、一つだけもう一個言いたいのが。いいですか？ちょっと僕本当に自分の画面で申し訳ないんですけども、YouTube 始めた頃に、養子 Vlog 始めた頃に、タイゼンちゃんいたんですよ、タイゼンちゃんで。ああ、ご存知っすよ。知ってます知ってます知ってる。だって、見返してるって出てるじゃないですか。で、映画レビューとか始めたりして、まだ映画、その、すごいこう、不慣れで、でも子供生まれたの。YouTube やってたら、奥さんに怒られて YouTube 撮れなくなっちゃうんです。だから、子供が大きくなった頃の暁には戻ってくるんで、ぜひここにですね、タイゼンさん来てほしいなっていうのもありますね。あと、いろいろとツイッターとかも絡んでいただいたりしてて、コメント、まあ、1分映画批評さんとか最近いるじゃないですか。すごい毒舌で。これが、ヤマピーのやつ何でしたっけ？大炎上して。あれは、でも言い過ぎ。あれはすごかった。なんか、スワーってしちゃいましたね、あれは。あのね、あれびっくりしましたよ。見ました？僕はなんかご存知コードブルーっていう映画がどうしてもガラパゴスだから、日本人に受けないと意味がないだから、あれはマーケティング的に成功してるから私は偉いと思ってて、やっぱりお金儲けというビジネスという意味では成功してるから偉いですよ。もう邦画の話になっちゃいますよね。そう、マーケティングとして成功してるからあれは偉いんですよ。映画としてどれだけダメでもきちんと当たってるわけですからね。ペイできてるから偉いんですよ。でもそこと質とはまた別の話っていうね。で、その質を言ってしまうと、ものすごい数のですね、まるでウォーキング Z がですね、ゾンビみたいに攻撃してくるんで。ワールドウォー Z です。ワールドウォー Z。はい。もうすごいなんかいや、今までだから僕今まで見た中で一番面白いコメント欄だったんですよ。ここまでの人がいるんだと思って。ただ。まあ、1分さん、申し訳ないけど、言い過ぎです。ただ、その言い過ぎた結果は、面白かったんですよ。面白い。面白い。だけど、それに、こう、群がってくるゾンビのような、その人がですね、それを見てて、あ、日本の世界って、こう、ツイッターもそうだけど、コメント欄もそうだけど、人を攻撃するの好きだなぁと思って、日本人独特のツイッターの使い方ですよね。だから炎上系って言葉があるじゃないですか。それを戦略でね、使ってる人もね。で、ものすごいさ、こう、バーってこう書いてくるんじゃないですか。すごい、だってタイトルに大黒評って書いてるわけだから、それに聞いて、コメントを書くっていうのは、すごい強いですよね。でも、体が酷評してるよって言ってるわけですよ。無料でそこまで戦える楽しみが得られるってことですもんね。YouTube そこに行って、コメントしながら、でもコメント返してくれれば喧嘩できるわけじゃないですか。すごいストレス発散の状態でしょ。もうだって戦いたくないのに戦いを挑まれる感もありますからね。こっちは何も身構えてないのに急にあっちからボンみたいな、え、待って、どういうことみたいな感じとかもあるんで、まあそのつもりないのに絡まれるっていうことがありますね。難しいとこですよね。まあそこがまあ YouTube の難しいとこでもあり、面白いとこでもありますけどね。本当に面白いとこでもあり、悲しいとこでもありっていうね、難しいですね。僕はどちらかで多分ご覧になってる方は多分もしかしたら分かってくれると思うんですけど、僕あんまり批判って多分してないと思うんですね。してないですね。どちらかというと、まあ僕はこの好きだなとか、僕はこういう見方がしたんですよっていう話をしてるんですけど、シン・ゴジラの時にシン・ゴジラめっちゃ好きだったんで、ああよかったですってことを3つぐらいにそうですね、そうですね、だったんですよ。ものすごい長文のコメントとかが来て、ものすごい熱い感じで、逆に何が良かったんですかみたいなものもあったりして、だから逆にそのものすごく肯定的に書いても否定的に来られる方もいらっしゃって、難しいですよね。だから否定してもね、言われますし、肯定しても、でも違う、それほど大輔さんが多分熱いんですよ。だって僕なんか最初の頃どんだけ熱く一生懸命やってもコメントなんか全く来なかったですよね。だからこのコメントが来るってこと自体が本当にありがたいですけどね。逆に本当になんか面白くないと書かれても面白い。僕大輔さんの動画でこれもカットしてください。僕唯一許せないコメントがあって、コメントで。お前の動画は前振りが長いって書いてあってて、お前、ここのシネマはこういう動画だからさと思って、あれはちょっと僕、カッチリときちゃう、いやいやいやって思って、わかる、めっちゃわかる、わかる、あのコメント見て、ちょっと待ってよって思いましたよね。ちなみにあれ動画編集ってどんぐらいかかるんですか？めっちゃ気になるんですけど。だいたいでも頑張って1週間でも。ほら。あ、そうっすよね。1日じゃないですよ。絶対そうっすよ。だって俺映画だと思ったんだから。でもだからもう。カチャンってきてる大好きなコメントで映画だと思って、本当ね、これ、いや、知らない人もいるんですよ。絶対あれ、やばいの。編集やってるからすると、もうやばいっすよね。会った時に言いたかったんですけど、フェイクっていう。あ、フェイク。で、あれにコメント書いてあるけど、大好きだから一向に返事がなくて。あ、そうでしたっけ？いや、コメントって難しいですよ。コメントって本当難しい。ニット帽が、だんだんこう、それについて僕はちょっと今度一緒に7、8時間喋りましょうって。それ返しませんでしたっけ僕。あれ来てんの？返してたはずですよ僕。あれじゃん通知来てないかもしれない。エラーの時あるんですよ。だから1時間ぐらいずっとコメント返信してたのにそれが一切コメント返信できてなかった。そうだフェイク。1時間もコメント返信やった。通勤時間とかでずっとコメント。そうかそれでコメントがいっぱいの。全部じゃあ。ちょっと一回動画ここで一回ちょっと締めますんで、はい、じゃああやさん最後ちょっと顔なしでちょっとこう上にちょっとずれてもらっていい？これでちょっとこの角度でちょっと僕結構好きなんですよね。なかなかそうできないやつ。これやばいっすよ。これはじゃあすみません時間も時間なんでですねここでちょっと動画を締めさせていただくんですけれども今日はまあ映画界ということでまあ本当に日本全国からとプラススイスからですよ。スイスからこれちょっとね初めてでやっぱりぎこちなくなんだかで言って時間が足りないぐらいの勢いなんですけれどもまあ時々ちょっとこうやって開催していきたいと思います。なのでどうぞここにいるみんなのですね YouTube チャンネル様々にやっぱり映画レビューといっても一口ではいろんな角度から一つの映画もう本当に全然違うんですよ。本当違うんで、なので全員のチャンネルをですね、ぜひですね登録していただきたいと思います。本当に。よいしょ。よいしょ。一つ増えようと3つ増えようと6つ増えようと7つ増えようと、ただチャンネル登録が増えるだけなんで、今見てる方はですねチャンネル登録のボタンをもう本当に今押さないとですねダメなんですよ。だからもうチャンネル登録を押していただいて、やっぱりこれから先いろんなやっぱりここでこうさ揉めたりして誰かがいなくなったりすることもあるかもしれないですよ。そういう楽しみもあるんで、これから先僕たちをですね見守っていっていただけると。でそしてまたツイッターや YouTube やまだここに参加してない方とかもいらっしゃると思うんで、本当にもう下心がない何にも考えてない回なんで、ぜひ皆さんですね。誰でも、こっちからは誘えないです。嫌われてるかもしれないんで。そう。確かに。僕からは、誰かに声をかけるという、そんな恐怖なことはできないんですよ。だから、向こうから声かけていただいて、その人がちゃんとした普通の人ならば、参加していただきたいんで、ぜひですね、これから先見守っていただきたいと思います。すいません。ちょっと酔っ払ったら口が回んないんで。では、皆さん、いいですか？何か一言あれば今おっしゃっていただけると、これで締めさせていただきますけども、締めちゃってよろしいですか？楽しかったでーす。それではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine. Wanna hold you tonight, oh yeah. Well, we know I'm going away, and how I wish you weren't so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery.